年末も忙しい時期かと思いますけれども、ちょっと現実逃避的な作品になります。今回紹介するのはこちらです。ビン、小さな恋のメロディー、1971年、監督はワリス・フセインということになっています。で、出演はですね、マーク・レスター、トレイシー・ハイド他ということになってますけれども、全体的にはあまり、まあ、こういったあれなんですよ、パッとしない、現代になるとパッとしない感じ に監督と出演者ですけど、実はこれ脚本がですね、アラン・パーカーが入ってるんですね。アラン・パーカーで後にですね、ジョディ・フォスターが子供時代に出てるダウンタウン物語とかですね、ミッドナイト・エクスプレスとか、バーディーとかいろんな作品を作ってる監督ですけれども、まあ、あとアラン・パーカーの作品としてぜひ日本人として見てほしいのは、アメリカの、日系アメリカ人がですね、戦争時代に強制移住させられた話とか、愛と悲しみの旅路といいますか、これにいるのも作ってますので、ぜひ、見ていただきたいんですが、まあ、そういう脚本のアラン・パーカー以外は別にパッとしないこの作品のスタッフなんですけど、実はこの作品自体もですね、なんか私の知恵袋、ウィキペディアによると、日本以外あんまり売れてない、逆に日本だけでなぜか、サントラとかがちゃんと出てるっていう不思議な感じなんですけど、まあそんな感じで私もこれちょっと見てていいなと思ったんですが、実はですね、私こういう、まあこういう作品っていうのは、ね、昔から苦手でしてね、あんまり、見てこなかったんですけれども、まあこういうの見てないからイケてない人生になってしまったんじゃないかなと思います。ぜひこういうのイケてないからこそ見なきゃいけないんだなと思ったんですが、まあちょっとこういう恋愛ものをですね、まあ、余計して大人になってちょっと見てみたら、あら不思議、意外に面白かったっていうのは正直な話なんですが、ただこれは作品として面白いのがですね、なんか明確な話っていうのがないんですね。まあ一応ドラマ的にあるんですけども、それでどういうことを描いてるかっていうのはちょっと今回のこの作品のテーマですけど、ノスタルジー爆弾、まあこんな感じですね。今見るとこんな感じっていうところです。なんていうかですね、この、見てるとですね、ただただ最初子供たちわーとかガーとかやってて、ちっちゃいことでみんな大騒ぎしながらですね、この物語もこれメロディーって、小さな声のメロディーって言いますけど、メロディーっていうのはこれ出てる女の子の名前なんですね。ですので、メロディーに合った男の子がですね、なんかいいなと思って一緒に好きだよっていうことで一緒に遊んだりしてるわけです。その遊んでる時間はただだらーっとこう続くんですね。だから最初見た時、これ失敗作かな、見て失敗したかなちょっと思ったんですけども、だんだんですね、その子供たちがただ無邪気にですね、まあなんかこれやったら楽しいとかですね、これ一緒にいたら楽しいとか、好きだから一緒にいるとか、そういう、シンプルな感情に委ねて生きてる時間っていうのがだんだん心地よくなってくるんですね。で、その子供たちから見たまた大人っていうのが一緒にまた食事とかしてるんですけれども、一回子供の視点に戻ってしまうと、大人たちがこう無駄にこうゲラゲラ笑ってたりですね、この何か見栄を張ったりする部分っていうのはなんか非常にこう雑というか、なんかこう無駄な感じがしてですね、なんかまあ子供時代のこのなんていうんですかね、生きてるだけでこう幸せっていうの、そういう時間の作り方がこの作品のツボだと思います。ですので、そういう部分も含めて大人になってみると、こうノスタルジー爆弾的な、本当に懐かしくてしょうがないような作品になってしまうわけですね。で、物語は先ほど言いました、あんまりはっきりはしないんですけど、まあこの2人がですね、マクレスターとトレシー・ハイド2人で出会って、まあすっかく好きだよっていうような、ちょっとデートに行ったりもするんですけど、まあそれで怒られたりもするんですね。それでそういうの間に、まあ好きだから結婚しようというようなことを言い出して、まあ大人からしたらなんてバカなことを言ってるんだっていうようなことですけれども、まあ子供たちはみんなでわーってこういいよみたいななってしまうんですけれども、まあ、そういうことも含めてですね、もともと結婚というのもですね、シンプルに考えれば好きな者同士がただ一緒にいる、そのために結婚というのがあるっていうような考え方もあるかと思います。当然大人の考え方によれば家同士とか経済的とかいろんな条件が入ってきます。ですからそういう感じで見ていくと、これラストシーンで、まあネタは大体バレてるのに言いますけれども、まあ、2人でどっか、トロッコに乗って行ってしまうわけですけれども、その行った先っていうのはもう感情だけで向かっていくっていうところで、子供ならそれでいいけれども、大人になればいつかそこで、トロッコ漕ぎ続けるわけにはいかないので、どっかで本当の電車に乗り換えなきゃいけないというようなことにもなりますけれど、実はこの終わり方っていうのがですね、個人的にはこの、
映画の卒業っていうのとラストとすごく絡んでるような気もします。卒業もですね、花嫁をこう奪って、逃げていって、でバスに乗り込むんですが、乗り込んだ時にハッと気づくんですね。そんなところで、大人の卒業の方は大人になりかけてるあのカップルの物語ですけれども、これは子供の物語ですので、まだ夢のままです。でそうした中の思いがですね、伝わるのが、このみんながこう子供たちをこう捕まえに行ってる時にですね、あの男の子がなんか爆弾を作ってですね、大人の車をバーンと爆発させちゃうんです。でちっちゃい爆弾ですが、たかたか車ぐらいですけれども、なんかそれがあの見てる大人の表情というのが愕然としてる感じがするんです。そのたったちっちゃい子供の爆弾ですけれども、なんか大人はちょっと唖然としてしまう。でもたまにはですね、普段大人はつらわしいことにですね、携わって日々をこう忙しくやってる中ですけれども、こうやってですね、なんか爆弾なもので、子供が作った爆弾でですね、ちょっと気を紛らわしてですね、なんか巣に戻ってみてもいいんじゃないかっていうような感じが、この、ノスタルジー爆弾というようなこの作品なんですけれども、まあ、さらにノスタルジーっていう部分で言いますと、やっぱり当時のですね、ロンドンですね、の雰囲気がですね、まあ、日本人が憧れていたロンドンの風景ですね。その、2階建てのバスとか、そういうところが、風景とともにまた音楽がですね、ビージーズの音楽、本当にまたなんか、私もリアルタイムの懐かしい人間でもないんですけれど、非常に懐かしい、甘酸っぱいような感情になるというような雰囲気が、この2人の、関係とともにですね、見ていると味わえてしまいます。で、ですので、こう、今ですね、もう本当に大晦日で煩わしいことがたくさんでもどうしようかと思ってるかもしれませんが、ちょっとこういう、作品でも見てですね、息抜きをしてもらえればいいかと思います。小さな恋のメロディーです。ぜひご覧ください。